はい、本日1月3日、ひわっぱらスキー場ですね。時間は12時15分ぐらいとなっています。ゲレンデの様子はこんな感じですね。昨日は1日、日中雪が降ってたっていうことなんですけど、残念ながらあんまり、雪質が良くなかったみたいで、まだ土が完全に隠れるまでには至りませんでした。ということで、第1ペアリフトは一番岩っぱらの一番下なんですけど、そこのリフトは開けることができなかったみたいですね。ですので、今日も中腹からスタートということになります。やっぱり3日、1月3日ということで、人はかなり混んでますね。1月3日は1年でも一番混む時期の混む日の一つなんですよね。まあ、大体、それにふさわしいぐらい人はいるみたいですね。では早速滑ってみたいと思います。はい、第2リフトを乗りました。リフト待ち時間は今の時点で10分から15分ぐらいでした。まあ、混んでるのは混んでるんですけど、ものすごいめちゃ混みってわけじゃないですよね。多分今日のコンディションだと、新潟だったら標高1000メートル以上ぐらいのところじゃないと雪質が良くないと思うんですよね。逆にこういう、まあ、普通のゲレンデ、大半のゲレンデはコンディションがあまりいい状態っていうことは言えないと思うんですよ。そうすると白馬だったりとか標高高いところにみんな行くと思うんですけど、狙って。逆に考えると、こういうめちゃ混みの日はこう少しコンディション悪いところの方が、そうするとばらけて、まあ、とにかくすごい混んでるのが嫌な場合には、あえて選ぶっていう選択肢もあるかもしれないですね。まあ、それにしても今日もかなり暖かいですね。天気の方は午前中は、まあ、曇ったり晴れたりみたいな感じだったんで、まあ、ちょっと雪もせっかく降ったんですけど、まあ、水分多めな感じになっていると思います。まあ、今日も午後からまた雪マークがついてたんで、さらにこれから、まあ、ずっと週間予報を見ると雪マークが多くついてたんで、まあ、これでまた復活してくれればいいんですけどね。まあ、毎日雪降りそうな予報なんですけど、まあ、とにかく降らないで、あんまり降ってないので、ちょっと頑張ってほしいですね。で、今日昨日降った分もあると思うんですけど、この一番メインのクワッドリフトが今日はオープンしてますね。ここが開くと結構滑りやすいというか、初心者の人、ここすごい広いバーンなんで、まあ、後でちょっと滑ってみたいと思います。輸送能力もまあ高いですしね。まあ、岩っぱらここが空いてると楽しく滑れる、より楽しく滑れると思います。じゃ早速1本目滑ってみたいと思います。リフトオリバーですね。ここちょっと急になってるんで、結構こう転ぶんですよね。今この1本乗って降りるまでになんと6回止まりました。半端ないです。まあこんな感じで少し上がガスってきましたね。じゃあ早速1本目滑ってみたいと思います。まあ全然普通に滑れる感じですね。雪もまあ少し水分多めですけど、特に問題なく。こっちのオープンバーが開いてるんで、あ、でもちょっと腐れてますね。やっぱり標高低いので、あ、でも人が少ないから楽しい。ブラトリなんかするのにはいいんじゃないでしょうか。すごいブラトですからね。こういう時はまあ割り切ってグラトリとか楽しめるのが、まあスノーボードだったらおすすめですけど、結構やってる人いますけど。
あ、ちょっと、そうか。ゲレンデ撮るのには良くないです。いやー、ここがすごいですよね。まあ、メインバーンなんで輸送力はありますけど、この混み具合がすごい。さすが、これお正月らしいですね。いやー、やばい。ここ確か一人乗りレーンがあったような気がするんですけど、ないのかな。まあ、リフト待ちが20分ぐらいでした。お一人様レーンがないので、かなり一人で乗ったり二人乗ったりするところもあるんで、今このリフト乗ってるのも4人乗りなんですけど、2人で乗ってます。まあ、それでちょっと輸送力、せっかくの輸送力は活かせない感じはありますね。まあ、その分こうゲレンデに余裕があるってことは言えるかもしれないです。ちょっと上の方が曇ってきてますね、全体的に。まあ、これから崩れる予報なんで、まあ、そういうところがちょっとずつ崩れてきてるのかもしれないですね。左に行こうと思ったらクローズでした。今日はでも上級コースが空いてるみたいですね。まあ、ちょっと試しに滑ってみましょうか。まあ、スノーボード的にはそんなに急斜面滑ってもパウダーでもなければ、まあ、ガンガン攻めるわけでもないので、まあ、こんな感じでやってるみたいですね。ちょっと試しに滑ってみます。こういう急斜面はパウダーの時はスノーボード用みたいな感じなんですけど、普段はやっぱりスキーの人用な感じですよね。スノーボードだと横滑りしちゃうと雪なんか削れちゃうからもったいないですよね。あ、でもやっぱ雪いいですね。ここ標高1000メートルぐらいの雪なんで、まあいいとは言えないですけど、まあ普通の雪ですね。やっぱりこのくらいの今日ぐらいのコンディションだと標高1000メートルぐらいが以上が狙い目になるのかなっていうところですかね。だからこの辺だと神楽とかガーラ、まあ岩っぱらディスってるわけじゃないですけど神楽とかガーラの方がおすすめになるかなっていう感じしますね。まあ逆にスノーボードだと岩っぱらなんかグラトリゲレンデ、グラトリ道場みたいなところあるんで、まあ、あとそういう楽しみ方したりとか、あとイヤパレにはないですけどパークですよね。パークなんかだとあまり雪質なんかすごい関係あるわけじゃないんで、まあ、あえてそういうのを狙って滑りって面白いと思うのがいいかもしれないですけどね。いやー、なんかもっさもさで、まあ、パウダーではないですけど、まあ、意外と普通に滑れます。まあ、ただ結構初心者の人とかもガンガン入ってきてるんで、まあ上級コースなんかすぐ雪なくなっちゃうかもしれないです。これはひどいことになってますね。あー、ほら、こんな、申し訳ない。やばいことしてしまいました。やっぱ、もう体がついていかなくなってますね。こんな感じですね、上級コース。
中級な感じですかね。いや中上級ぐらい。運動不足だ。今上級コースまた上がってきたんですけど、今1時45分ぐらいですね。ちょうど10分前ぐらいまで晴れ間が出たりしてたんですけど、いきなりすごい、まあ、結構雪が降ってきました。このまま午後は予報通りなら降り続けてくれれば、まあ、ちょっとはゲレンデ回復するかもしれないですね。今日向かいコースから一番下まで一気に滑ってみたいと思います。3キロぐらいのコースですね。では向かいコース行ってみたいと思います。こういう雪の時にちゃんと取れてるのかよくわかんないですけど、やっぱり標高1000メートルぐらいのところは調子いいですね。向かいコースらしい景色が広がってますね。今回の1日よりは土見えてないと思ったら見てたおっと、ここはすごい。あー痛い。あー、今のとこやばかったですね。向かいコースで 1.6 キロあるって書いてある。
おごめんなさい。ねえ、スキーもスノーボードも後ろから抜かされる想定してないから結構道塞ぎがちですよ。まあ僕も言っても後ろから抜かれること気をつけてないですけど、ね、迂回が終わりか。こっちのロマンスリフトも動いてますね。こっちのリフトも動いてます。あ、やばいなこれ。レンズちゃんと映ってるかな。フラットがまたきついですよね。スキーの人とか他の人とラインかぶっちゃうから。下の方に来ると人増えますね。意外と上は空いててよかったですけど。わ、下半端ないわ。夏がひどくなってきてる。ぜひ降ってほしい。いいゴール。これで大体3分ですね。はい、こんな感じでした。これからちょっと天気下り坂になりそうなので雪に期待ですね。やっぱまあそんなに1時間待ちとかじゃないんで、やっぱりコンディションがあんまり良くないんでそんなに集中してない感じしますね。グラトリ練習とか、まあ、とにかく混んでるの嫌だみたいな感じだったらおすすめできるかなと思いますね。やっぱいい雪、せっかくだからいい雪目指してっていうことだったら
やっぱ神楽、この辺のエリアだと神楽とかガーラとかは狙い目になるかなと思います。まあそんな感じで今日は、レポートを終わりたいと思います。次は6日か7日ぐらいにちょっと滑り来れたらいいなって思ってます。またよかったら、見てください。チャンネル登録もぜひお願いします。今ですね、午後2時過ぎなんですけど、下に降りてきたんで、そして第一リフトのところもちょっと、撮影してます。やっぱ雪はちょっとまだオープンにはかなり厳しい感じですよね。1回ドカッと降ってくれればもうそれだけでオープンしちゃうんで、まあ、早く降ってほしいですよね。さっき上の方はかなり雪降ってたんですけど、まあ、下に来たらまた晴れてるという、まあ、山の天気は本当にわからないので、まあ、それが雪降る方に、まあ、転んでくれればいいなと思うんですけど、まあ、次回までには頑張って降っといてもらいたいですね。